リモート保証契約ですが、期間満了をもって契約終了となり、自動更新はできません。更新する場合は、今一度リモート保証契約を締結する必要があります。皆さんこんにちは。東間社会保険労務商人の渡辺です。今回はあるある労務相談シリーズ採用編の第2弾ということで、身元保証契約について解説いたします。身元保証契約とは何かという話から、2020年の改正内容の話まで本動画を見れば全てわかります。本動画が皆様にとって参考になれば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは本題へ参りましょう。まずはご質問です。採用時に身元保証書を一度提出してもらえば退職するまで有効ですか？さて、いかがでしょうか？答えは×となります。身元保証契約の期間ですが、期間の定めをした場合は最大5年となります。また期間の定めがない場合は3年となります。身元保証契約ですが、期間満了をもって契約終了となり、自動更新はできません。更新する場合は、今一度身元保証契約を締結する必要があります。ただし、身元保証書の提出の目的からして更新しないケースが多いのが現状です。では身元保証書の提出の目的とは何でしょうか？提出の目的は以下の通りです。一つ目は、従業員の故意あるいは重過失によって会社が損害を被った場合に確実に賠償してもらう。二つ目は、従業員が企業に損害を与える行為をすることを予期する。三つ目は、いざという時の緊急連絡先を把握するということになります。これらは従業員と連帯して会社に対して損害賠償させる、いわゆる物的保障が目的ということになります。また最近は精神疾患にかかる従業員が増加しています。入社する従業員が精神的身体的に問題がないことを保障する、人的保障を併せ持った身元保証契約を締結するのが良いでしょう。それでは2020年4月の法改正内容について解説します。改正内容は、身元保証契約に物的保障を設けている場合、保証の限度額の記載がなければ無効となるというものです。まずは会社の身元保証書の内容を確認し、限度額の記載がなければ見直しましょう。具体的な記載例ですが、故意や重過失により本人の責任で会社に実害が生じた場合など、損害賠償責任を連帯して負うこと、その際の賠償の限度額は金何円とすると記載します。限度額に関してですが、特に法律のルールはありません。単に100万円と記載する会社や、年収相当額と記載する会社もあります。限度額は会社の実績で妥当な額を検討すべきでしょう。あるいはそもそも物的保障に基づき、身元保証人に対して損害賠償を求めること自体が実務上ほとんどないということもあります。この際、物的保証自体を外し、人的保証のみ身元保証紙に記載し、身元保証人に保証を求める会社もあります。今回の一問一答は採用編の第2弾ということで、身元保証契約についてお伝えしました。より個別に詳細なご相談ご希望の方は、東間の相談サービスを活用してください。初回無料でお受けしています。これからもあるある労務相談一問一答シリーズとして、さまざまな相談内容を上げていきますので、ぜひチャンネル登録の上ご視聴お願いいたします。本日の YouTube のレジュメもダウンロードできます。ご活用ください。また就業規則の無料診断も行っております。東間のホームページやブログ、メルマガの方をご覧ください。詳しくは概要欄にリンクがございます。ご視聴ありがとうございました。